皆さんこんにちは。花粉症疑惑でメガネです。私は今辛いものを欲しています。前々からそうなんですけど、仕事で行き詰まったり編集で疲れたりすると辛いものが食べたくなるんですね。変わらぬ日常に刺激が欲しいんです。ということで今日は辛いものをたくさん摂取したいと思います。ちなみに辛いものは得意じゃないけど大好きです。短めのポニーテールを揺らして向かいます。お酒のための運動なら何も苦ではありませんね。サイゼリアの辛味チキン食べてみたかった。しょうがないからこいつとも遊んでやるか。久々のファミレス、豊富なメニューにテンション上げです。サラダページをめくる速度の速さたるや、私はこのページがお気に入りです。とにかく赤いものを頼んでみます。辛味が足りないことを想定して調味料コーナーからこいつを拝借。唐辛子フレークも仲間入りしました。パンチの効いた並びですね。ロボット店員さんにも逃げられるほどです。それでは早速始めましょう。おつこぴ。空風でカラカラに乾いた体に染み渡ります。ビールの美味しさは場所を選びませんね。思わず念押しの二口目、美味しいを確認しました。体が温まってきました。ビールの抗アレルギー作用で花粉もどこかへ飛びました。嘘です。隣の席で飲んでる感覚でお楽しみください。いい子に待ちましょう。チョリソーが到着しました。メニュー内では辛さレベル高めだったんだけどどうなんだろうか。美味しいけど刺激を求めている今日としては物足りないですね。魔法の液体をまとわせるぞ。寒空の下、灼熱おつまみの完成です。結構鼻にくるスパイシー味、匂いだけでも辛いです。百聞は一食にしかず。むむ、めげずにもう一丁いきましょう。若干むせたけどうまっちいです。と思ったら辛味の波がやってきました。気づいたら唇倍になってるやつですね。だけども YouTuber たるもの果敢に挑戦していきます。旨味も感じられるほどの辛味なので OK。 付け合わせのポテトもドボンします。ビールで冷却すれば振り出しに戻れます。スパイシーなビールになってていいですね。サイゼリアといえばこの辛味チキン。マグマも届きました。パーソナルカラーはどちらもイエローベースですね。近くにいるだけで熱気を感じます。まずはイエベ秋の辛味チキンを一口。意外とマイルドな味なんですね。骨格はウェーブかしらね。煉獄の卵をいただきます。これはイタリアの家庭で食べられる卵料理だそうです。煉獄はカトリックの教えで天国と地獄の間にある場所を指すのだとか。そんな煉獄というトマトソースをたっぷりかけます。シンプルだから子供から大人まで楽しめそうですね。うまっちーです。しかし今日は大人の贅沢をしたいので装飾させます。ダイヤモンド、ルビー、プラチナ、サファイア。私の目にはきらびやかに映っています。全部歴代ポケモンゲームの名前です。イタリアの視聴者さんをがっかりさせていたらごめんなさい。新しいイタリアの地へいざ。入国審査は問題ないですね。初めての海外旅行気分です。今のところは何も感じないですね。食らいましたね。ディップしたらバランスいいかも。バケットってそのためにあるのか。辛味トマトソースがバケットに染みてうまっちと。鼻はまだごまかせませんでした。花粉症の時のくしゃみよりなんだか快感です。ずっと鼻が反応しております。くしゃみタイミングにも慣れてきました。再入国してきます。少しずつバグ舌になってきました。今更ながら自分が辛み臭くないか心配です。これ以上居座ると苦情が来そうなのでおいとましましょう。辛みによりビールがレモン炭酸水の味がします。ごちそうさまグマ。しばらく鼻水止まりませんでした。東京はもう桜が満開ですね。絶対に散ることのない駅桜です。最近ふらりと電車移動するのが楽しい。おすすめの駅あったらコメント欄で教えてください。近くに飲み屋街があったら嬉しいな。夜は池ちゃんとご飯なので楽しみ。かれこれ東京に多分2年くらいはいるんですけど、なんでこんなにも駅で毎回迷うんだろうな。西口かっこ中央とか東口かっこ右みたいなの、なんなんですかね。もう迷ったらかっこ中央ってとこに行く。出口を間違えると一駅分間違えたくらいの絶望感があります。ナビがまっすぐの時が一番ありがたい。徒歩3分のところでこんな迷ってるの。ああ、都会が分からなすぎるよ。実は後ろのビルに目的地ありました。エレベーターでカップルと一緒になり気まずいです。楽しそうでいいですね。パンダがお出迎え。たどり着けました。ようやく。よかった。やばい、めっちゃ汗かいてる。おとなしくイケちゃんを待ちます。何これ、ラブレター。ニーハオニーハオ。イケちゃん来ましたさ。え、似合ってる。かわいい。え、めっちゃいいと思う。カラさんは、辛中辛大辛。あ、大辛大辛。はい。イケちゃんも辛いもの好きでよかったなや。何飲む？レモンサワー。じゃあ私もレモン。一杯目に選ばれたのは生でした。たくさん歩いてカラカラになった喉に流し込まれる麦芽は最高です。
麻雀の説明をしてくれてますが全くわかりません。急に消えたと思ったら撮影してました。スタイル良すぎないよな。火鍋とは火にかけて煮込みながら食べる中華料理のことです。鍋が2つに区切られていることも特徴なのだとか。ただの辛い鍋っていう意味だと思ってた。火鍋ファンの皆様、浅はかでごめんなさい。それではこのただの辛い鍋に好きな具材を入れて煮込みます。これが辛みの元になるみたい。写真用にって店員さんが他のものも用意してくれました。イメチェンで髪を切ったイケちゃんです。相変わらず色白美人で可愛い。これが秋田の暴力ですか。おかけを身につけていざ戦場へ。確信された勝利のファンファーレが鳴り響きます。タレも灼熱でそそられますね。さて人生初火鍋のお味はどうでしょう。欲求不満のお腹にぶち込みます。山椒がよく効いていてうまっちだけかと思ったら後からしっかり辛みがきました。しばらく余韻が残ります。もはや辛いんだか熱いんだか分かりません。取られてる煙突どうして食べているだけなのにこんなにもセクシーなのでしょうか。思ったより辛い。イケちゃんの色気により鍋のふつふつも盛り上がってきました。最近見た目を気にして可愛くしようとしてるんですよ。あら、なんでそんな見た目意識してるの。なんかコメント欄で叩かれるから。何を叩かれるの。芋臭いって言われる。そう、全然そんなことないけどね。コメントに踊らされて今日は美容室に行ってきました。コメント欄でどんどん綺麗になってるっていう、ね、落ち込まないのね。別にコメント落ち込むとかない。あ、すごいそれ強いね。やっぱそうなんだ。あ、強いね。冷静に受け止められるのすごいね。一緒にご飯してる感覚でお楽しみください。友達にしたい人と彼氏にしたい人と結婚したい人で違くない。あ、めっちゃわかる。めっちゃわかる。例えばじゃあ友達にしたい人は2人であればいい。遊びに行こうって言っていいよみたいな。都合が良ければいい。それでもって普通になんか話が合うとか面白さ。彼氏ってなやつはすごい難しくない。あ、じゃあもう彼氏はちょっと話が出てこないから、最近見てる男性のチャンネル、初めて見た。本当知り合いに似てるの。知り合いに似てるの。親近感がある。誰見てる。なんか最近猫の動画ばっかり見てるからな。ずっと好きなのはジャルジャルさんのチャンネル、めっちゃ面白いんだよね。お笑い系見るの。そう、あと子猫の動画しか見てない。男性 YouTuber 見ることが多いんだよ。いや、女性の方見てる。美容系とかなんかちょっとエロいやつ見てる。編集中そのエロいやつが気になったのでイケちゃんに LINE で聞いてみました。男子高校生みたいな会話をしてしまいました。自称女の私でもドキドキしてしまうくらいエロかったので、気になる方は見に行ってみてください。あとただ電車に乗ってるだけなのか見てる。何それ。なんか旅系のやつとか。あー、でも分かる。見ちゃう、うん、女性が大食いしてるやつとか私めっちゃ見るかも。あー、分かる。なんかもうちょっと爆弾発言した方がよくない。なんか爆弾発言しとく。なんかあるわけじゃないんだけど。結論、エロは正義。カフェに行くとかあったら来る。カフェ行く。いる人とか。じゃそのタイミングでまた呼ぼう。あ、ありがとう。はい、ありがとうございました。イケちゃんありがとう。ありがとう。じゃあ今度はちょっともっと暴露してもらって。ちょっと今日は言い過ぎた。言い過ぎた。カメラ止まってから言い過ぎた。そうだね、確かに。じゃあイケちゃんのチャンネル載せときます。ありがとう。バイバーイ。ちっちゃな頃から悪ガキだ。15で不良と呼ばれた。ナイフみたいに尖っては3割もの皆傷つけた。